梅村聡君、はい、日本維新の会の梅村聡です <laughs>、えー、遅ればせながら田村大臣就任おめでとうございます、えー、私の周囲にも田村大臣のファンがたくさんおられますので、えー、じっくりしっとりとですね、質問させていただきたいと思いますそれではあの本日は大臣所信に対する質問ということで、えー、朝からも質問が続いておりますけれども 全世代型社会保障検討会議、こちらの方で後期高齢者の方のです、ね、医療費窓口自己負担について、まあ、いろんなご意見が出てるかと思いますで。やはり高齢者の方の経済状況を考えるべきだとかです、ね、あるいは受診抑制には最大限の注意を払わなければいけないとか、まあ、高齢者の方をどうしっかりケアしていくのかと、ここは大事な論点なんですが。 えー、あくまでも今回、全世代ですから、えー、私は少しあの現役世代のです、ねえー、働く世代の方の納める保険料、まあ、これがどのように使われているのかということに焦点を当てて、えー、質問をしたいと思います。でまずあの、今回の大臣所信ではです、ねえー、田村大臣は75歳以上で一定以上の所得がある方の窓口負担割合の見直しと。 こういうふうに述べられてるんですが、まあ、マスコミの報道はですね、1割を2割にするのかと、どれぐらいの範囲をするのかということに報道が集中をしてるんですけれども、まあ、私、これをお聞きしたときにですね、いわゆるその3割払っておられる高齢者の方、後期高齢者の方、現役世代並みの所得の方ですね、全体の7%ぐらいおられるかと思うんですが、この範囲を、 基準を変えて拡大するということも、実は大臣所信の言葉だけを読めば、ですね読めないことはないかと思うんですが、そういう検討、あるいはどうしていくかということについては、厚労省として今、整理をされているのかどうか、ここちょっと教えていただきたいと思います田村厚生労働大臣。あのまあ、今、いろいろと申し上げていることの念頭に置いているのはですね、やはり、 まあ7%ぐらいが今3割負担なんですかね？で。まあ、それ以外の2割負担の方々が。 まあ一定所得ということで、先ほどで申し上げております、75歳以上の方々の所得だとか、貯蓄だとか、モデル世帯の,その家計だとか、それからまあどれぐらい負担が増えるかみたいなことを、ですねえ考えしながらご議論いただいておると、先ほどはいろんな議論があります、一般所得区分まで広げるべきだという意見もあれば、そこまでやると大変だという意見もいろいろあって、そこはいろんなご意見、議論いただいていますが、今、委員がおっしゃられた、その、 7%の現役の所得並みの方々と同じ所得を持っている方々に対して、3割負担にするというのは、一つはコロナ禍でなかなかその現役並みの所得というのが、どういう所得なのかというのが把握しづらいところがあります、それからもう一つは、ここ、公費負担が入ってないものですから、ここを増やしてもあまり若い方々の負担軽減にならないという。 そういう実態がありまして、一時我々もというか私も大臣になるまでは検討したんですけども、結果的にこれはあまり全世代型にしさないなということでございまして、まあ、結果としてですね、あの今回は念頭には置いておりません。上村雅史君。はい、えー。現役並人所得の方の範囲を変えるということは今回は検討されていないということだと思いますが、えー、今大臣おっしゃられたように確かにあの何もしないままでですね、ここを広げると。 結局はその公費が入ってない分、ですね現役世代にダイレクトにあの負担が回ってきちゃうわけですよね。だからまずそこをどうしていくかということ、これも実は全世代型の中で、実は議論しないといけないことだと思っておりますけれども、じゃあ、そのまあ焦点をですね、1割の方をどれぐらい2割の方に負担をお願いしていくのか、2割負担をお願いしていくのかと、ここに今度、焦点を当てていきたいと思うんですが。 今回、その高齢者の方の負担に加えて、現役世代の方の保険料ですね、これがまあいわゆる仕送りというか、後期高齢者の方の支援金として出されています。これがですね後期高齢者医療制度が始まった平成20年のときには、これ、4兆900億円だったんですね。これが平成29年には えー、6兆 1, 億円だと令和元年はまだ推計値だと思いますけれども、6兆7500億円と、まあ、順調に増えているというか、ですね、えー、9年の間で1.5倍になっているとで、税金をこれだけダイレクトにいろんな影響が出て上がってくるということについては、国民はすぐ消費税にしても、ですね所得税にしても分かりますけれども、保険料というのはこれ、もルールが決まってますから、それだけの拠出金を出せということで。 これ、ここに何か手を打たないと、午前中にも田村委員からお話がありましたけど、もう憲法組合としてどうなのかという議論にもつながってくるんですが、今回、いろんな議論されてると思います、2割負担に今回なる方が200万人ぐらいなのかと、あるいは500万人ぐらいなのかということを言われてますけれども、どれぐらいの方を2割負担にお願いすれば、現役世代の方に割り戻せば、保険料の上がりはこれぐらい、 抑えられるんだよと。とこういうシミュレーションがあるのかどうかあ,あればぜひそれを教えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか？浜屋保健局長お答えいたします。あの議員ご指摘のとおり、あの憲法組合等からの施規制の後期高齢者支援金増加しております。 えー、あの年2010年以降で言いますと、年1600円程度ずつ平均で増加しております。であの委員ご指摘の,あの現役世代の負担軽減のシミュレーションでございますけれどもあの、現在、医療保険部会で検討中でございますけれども、部会の,あの委員からもあのお求めがございます。どのような形でお示し,お示しできるかどうかも含めて、検討してまいりたいというふうに考えております梅村聡君。はい 高齢者の方が医療で困ることがないようにするということ、これも大前提なんですけれども、現役世代の方にですね持続可能な保険料の負担ということも考えれば、モデルケースでも構いませんので、これぐらいの方に2割負担を高齢者の方にお願いすれば、これぐらい10年間の間、保険料は抑えることができるよと、そういうものも一緒に出していただいて、 検討していいいいたただきたいなという,ふうに思いますそれではもう一つですね、えー、先ほど田村大臣があちょろっとおっしゃったんですけれども、えー、現役世代並みの方、今、後期高齢者の方のです、ね、3割負担の方に、公費が入っておらないということ、今、出てまいりました。で実はこれ、公費が入ってないことによってです、ね、まあ、本来ですと、 給付費の、医療給付費の5割はまあ公費で負担をするということであるんですけれども、実際はこの7%の方には公費が入ってませんから、実質は47%ぐらいの公費負担だということになっておりますけれども、そもそもですね、後期高齢者の方の所得区分によって、公費を入れたり入れなかったりすること自体が、やっぱり私、おかしいんじゃないかなと。 普通に考えればですね、思うんですけれども、これ、どういう経緯で入っていないのかと、これ、入れるということを検討されないのかどうか、お答えをお願いいたします浜谷局長。 お答えいたしますあの委員御指摘のとおりあの、後期高齢者のうち現役並み所得分の費用者の医療給付費につきましては、公費負担の対象でございません。従いまして、あの後期高齢者の支援金90%あの、後期高齢者ご自身の保険料10%で賄われておりますあの。経緯でございますけれども、これはあの平成14年、平成14年でございますけれども、後期高齢者医療制度の前身であります老人保険制度の見直し,見直しを行いました。この際に 制度の持続性の確保のために。 当時あの、公費負担割合あの3割でございましたけれども、これを5割に引き上げております。で、その際に、あの限られた公費の重点化を図る必要があったということで、現役並み,がある所,得現役並み所得がある方については、窓口負担割合2割とするとともに公費負担を行わない、こういったあの経緯でございます。であの、平成20年度にスタートいたしました後期高齢者医療制度におきましても、これと同じ仕組みを踏襲したという経緯でございます。で、あの公費投入でございますけれども、あの現役並み所得 保健所の医療給付費を公費負担の対象をしたとすることとした場合でございますけれども、あの仮,にあのあの仮に計算いたしますと、約4000億の公費が追加的に必要になるということでございまして、財政状況が大変厳しい中での公費投入には限界があるということが現状であるというふうにあの考えております梅村聡志君、はいあの。今のお答えでいきますと、ですね、えー、老人保険制度の中で、 その現役世代並みの方の方に公費を入れなかったっていうそ、のその理由は分かったんですけど、それが後期高齢者医療制度に変わったから、それを踏襲したっていうのは、実は説明としてはよく分からない説明でして、要するに、老人保険制度とですね、それから後期高齢者医療制度では、後期高齢者支援金を出す意味が僕は変わってると思うんですね。以前は高齢者の方も 元の保険に加入した上で、その医療費に対して、計算をしたものを納めなさいということですから、これは一定の理屈があったわけですよね。とか、後期高齢者医療制度というのは、全く新しい保険に移って、それに対して、計算したものを出しなさいという話ですから、理屈はより薄くなっているわけなんです、その支援金を出す理屈が薄くなっているのに、それを踏襲したものですと。 いうことは私はあの説明、すらっと聞いたら、なんか説得されそうで、実は全くですね、制度の整合性としては、それは何なんだというふうに思います。で、もう一つ言えばですね、最後の下りは4000億円のお金がないからだという、結局そこの一言に尽きるのかなと思うんですけれども、繰り返しになりますけど、今回は全世代型社会保障、 検討会議ですから、そういった意味ではね、高齢者の方に負担をお願いしますと、で若い世代の方はこれからどん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 高齢者を支えていきますという中で、まあ、三法一両存という言い方は変ですけれどもね、やっぱ公費も頑張って、それだけを出して、そして持続可能なものにやっていくというのが、私は本来の趣旨だと思っていますので、ぜひここはね、まあ、4000億というのはまあ大きなお金かもしれませんけど、理屈を考えたら、 後期高齢者の部分にも、現役世代並みの方にもです、ね、公費をきちっと入れて50、50%というものをちゃんと実現するということをぜひお願いしたいと思いますので、これはぜひ心してあの考えていただきたいなというふうに思います。それではちょっと熱弁をしてしまったので、あまり時間がなくなってきたんですけど、えー、ちょっと不妊治療のお話をお聞きしたいと思いますけれども、えー、今回もですね、 えー、不妊治療の保険適用ということを言われております。で、おそらくあのニュースを見られる方はですね、えー、3割負担で、あるいは1割負担で受けれるんだという、まあ、その負担の話に目が向いてるかと思うんですけれども、これ、年末までに工程表を発表するということに言われました。で、本当にその工程表が発表できるのかなというふうに私は思ってます。というのはあの、今までの医療に対する保険適用というのはですね、 ある程度、先進医療とか、新しい技術とかいうものを、あ,ある程度の知見とか、そういうものをしてですね、先行する技術との兼ね合いで点数を決めたり、あるいは、どれぐらいで市場経済で,ですね負担がお願いできるかという、そういうやり方で保険適用を決めてたものが、今回はもうある程度、世の中に普及したもの、市場経済である程度普及してきたものを、 同じように検討して値段をつけていく、あるいは適用するっていうのは、おそらく厚生労働省では初めて取り組むことじゃないかなというふうに私は思ってますけれども、この工程表、本当に年末までにです、ね、どのように整理をして発表されるのか、教えていただきたいと思います浜谷局長、えー。不妊治療に関しましまては 子どもを持ちたいという方々の気持ちに寄り添い、その切実な願いに応えるために、先日の総理の所信表明でも保険適用を早急に実現するということを表明されております。であのご指摘の,あの不妊治療、あの今回の,あの焦点は体外受精、顕微授精等の不妊治療でございますけれども、ご指摘のとおり、自由診療であの実施されておりますので、まあ、具体的な診療内容、価格等、あの様々でございます。あのこのためは現在あの 実態調査を行っております。そういう意味ではその実態調査の結果を踏まえた上でのあのスケジューリングということになろうかと思います。この際にはあのじあの保険適用を検討する際には実態調査の結果をよく踏まえるといったこと、またあのあの医学的な知見等については関係学会とのあのご意見もよくお聞きした上で、まあ、進めていく必要があるというふうに考えております。いずれにいたしましても実態調査の結果等々を踏まえまして具体的で具体的なスケジュールにつきましても本年末に押しめ できるように検討を進めてまいりたいと考えております。上村聡君。はい、あの年末に発表していただくということで、ぜひ拝見をしたいと思いますけれども、えー、不妊治療で今経済的に困っている方っていうのは結構急いでおられます。で、もちろん女性の拡充ということも各党でおっしゃっている方もおられますし、あるいはもし負担ということを急ぐのであればですね、出産育児一時金みたいに給付と、そうですね、療養費の給付と。 現物給付じゃなくてです、ね、そちらを先行させるという方法もあるかと思いますので、えー、ぜひあの不妊治療、悩んでおられる方に寄り添ったあ方策を取っていただきたいと、そのことを申し上げまして、私からの質問を終わらせていただきます。ありがとうございました